はい、というわけで見事勝利おめでとうございます。ありがとうございます、はいはい、どうですか試合を終えての率直な感想お願いします。そうですね、はい、楽しかったですね。なんかスキルフルで、スキルフルとなんだろう、リリック、リリカルがなんか両立できてるバトルっていうか、そういうラップできる人自体が相当少ないと思っていて、うん、まあ、勝手に俺はそれが一番得意だし好きだって思ってるんですけど、まあ、ID はまさしくそういう意味で超強敵というか、どっちも最高にできるなって思ってたんで、今回勝ち負けは分かんないけど、やりたいと思ってやれたから良かったですね。うん、ID 結構さっきインタビュー受けたら、うん、結構 ID は今日食らってて、うん、これは悔しいなっていう感じだったんだけど、うん、ごめんす的にはどうですか。そうだ、でもなんかやっぱちょっとやっぱさ、 ID のペースに飲まれる瞬間では結構あって、うん、まあ、やばいこの話したいわけじゃねえんだけどなとかって自分が勝手に思ってたりとか、うん、なんかやっぱちょっとそういうなんだろうな、あいつ持ってるそのなんてオーラみたいな風格みたいなものがなんかちょっとこう押し寄せてくるこの距離で、うん、っていうのはすごい感じつつ、だからもっとできたな、自分のラップだけ見ても、自分のラップだけ見てももっとできたな、もっとうまくできたなって思う場面いっぱいあったので、うん、反省点はめちゃくちゃありますけど、でもまあ素直に楽しかったから勝ちますね今日。ありがとうございます、うん、ゴメスさん的に今週も結構バトルいっぱいだったと思うんですけど、はい、ちょっと来年はどうですか結果。あ、来年も変わらず需要があると言ったらですけど、出る意味があると思ってもらえるんだったら、ぜひお呼びください。FSL に何か要望とかあります？FSL の要望、なんだろう。なんか僕個人的にはなんかそのマッチメイクを、まあ、分かんないな、本当にでも僕が考えても考えつかないくらいいっぱい考えた先だと思うんで、今やってることっていうのは、うん、まあ、一ファンとしてのヒップホップバトルファンとして のなんか浅い意見になるんですけど、単純にやっぱなんかも住み分けがもうちょっとできたらいいんじゃないかなと思いますよね。そのいろいろなラッパー、いろんなあり方が今あるじゃないですか本当に、はいはい、で多種になってくる中で、なんかもっとなんかうまい具合にそのリーグとしてもうちょっとなんか具体案出せないんであれなんですけど、なんかうまい具合にまとまったらめちゃくちゃもっともっと面白くなりそうなのになって思いながら、でも俺は具体案出せないし、うーって思いながら見てます。そうですよね、僕も毎日頑張ってますね多分みんな頑張ってると思うんですよ。あ、いや考えてます。なのですごい、だから応援してます。応援してるし、力になれることがあれば何でもやりたいと思ってます。わかりました、はい。伝えたいメッセージとかありますか、見てる人に。はい、うん、これって YouTube ですか。 YouTube です、 YouTube です。広く見られるですよね。だから、さっきなんかオープニング始まる前に撮ったやつと若干てかだいぶ内容かぶるんですけど、まあ、手短に言いますけど、ステージの上で何喋ってるか肝心ではあるんですけど、ステージの上で何喋ってかつステージの裏で何喋ってるかがすごい大事だと思うので、それはここだったりとか、こうインタビューの席だったりとか、まあ、あるいはじゃあインスタライブとか何でもいいですけど、道端で会った時とか何でもいい、物販の時とかいろいろあると思うんですけど、一個一個全部トータルで今分かりやすく見えるんで、見える全てを加味して、ラッパーのかっこよさを判断してください。でラップのバトルの勝敗云々とかじゃなくて、もう本当にこのラッパーはなぜこんなこと言ってるんだろう、どうしてこんなスタイルなんだろうっていうところまで、やっぱアーティチュードってものを深く深く掘り進めていくとめちゃくちゃ面白くなるんですよ。もっと面白くなるんですよね。まあ、分かりやすい例で今日、ね、オープニングやってたバッドホップなんかそうじゃないですか。どういう出立ちで彼らこういうラップをしてるのかってみんな知ってるから、より楽しめる、より深く味わえるっていう、まあ、それが結構みんな意外と一人一人面白かったりするんで、全部見て楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、というわけで、はい、ID さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。試合を終えての率直な感想をお願いします。結構メンタル削られましたね今日は。考えてる感じのアンサーが結構返ってきたから、
あのなラップのなんかウィットがあるねとかじゃなくて、こう思考してること考えてることがあるやつだったから、なんかこういう感じだったですね。強みたいな。初対決ですよ、ね、初っす。あ初ですよね多分。でも仲いいもんね。うん、わりかして、うん、なるほど。結構なんかそのなんだろうな、やっぱり、まあ、ゴメスも結構みんなポエトリーリーディング的なメッセージ性に注目してるけど、うん、実はすごいラップうまい。うまいっすね。で ID もめちゃくちゃラップうまいっていう部分に注目されてるけど、実はメッセージ性がある。おお、そういうそういう裏テーマがあったのかなみたいな。おお、さすが。思ってるんですけど、どうですか、やっぱりその結構やりにくかったですか。そういう点で言うと、ちょっとそういう俺の得意不得意とか音のあれとかがちょっと俺的に最初からちょっと引きそびれちゃったかもみたいな、うん、それなんかさっき言ったそういう内容の手前のその何できるかみたいな振り幅はもうちょっと思いつけたらよかったなっていうふうに思いますねって感じですね。アイリーさん、今年はかなりバトルだと思うんですけど、はい、来年以降はどうなんですか。まあなんか今も呼んでいただくじゃないですか、こういう感じで。でなんか俺的にも本当にマジで毎回毎回レベルアップできたらなって思ってやってるんで、なんか感じるまではやるでしょうけど、けどやっぱ音楽をめっちゃ作るとか広げるとかそういうのを今頑張る準備してるから、それ主体でもバトルからなんか退く理由にはならないですね。別に理由そうイコールではないというか、分かるって感じですね。ありがとうございます。FSL に望むこととか何かありますか。いや、ないっすよ。本当になんかコロナの時とかから始まって、結構逆境の中始まって、なんか右往左往をいろいろ模索しながら、みんな多分いろいろ考えてやってるし、だから今考えてる人たちがベスト尽くしてくれてる、俺はやる方でベスト尽くすべきなのかなと思ってるんで、まあそのそういう意味でなんかむしろ俺たちのなんかそういうエネルギーが結果的に企画も良くするみたいなことになればいいなとは思ってるんですけどね、出る側として。俺は、いや、ありがとうございます。すごいいい話を聞けてありがとうございます。いいえ、すいませんし、負けてまた、ちょっと今日悔しかったっすわ。あ、なんかそう、ちょっと悔しかった。シャンプーとかじゃなくて普通に悔しかった。ありがとうございます。心境が。はい、そんな中申し訳ないですが、今回メインスポンサーが男性 GA クリニックのエメルテさん、うん、エメルテで陰を、エメルテ、はいはい、パスもできますが、エメルテで陰を踏めますか。エメルテで陰、はい、正社員が養女をめでるで行こう、これ行こう行こう、わかりました、行こう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 行くやったら行こういいですけど、行こう、あんまりこう行こう、ご時世的に長い長い行こう、はい、わかりました、ありがとうございました。カットしたらマジチキン、いや、俺じゃないからカットは、カットは俺の権限じゃねえから、おい、フラストレーション溜まってんだよFSL の側、俺はFSL とかにやっと仕事をインタビューはするだけだから、ここも使えるから、俺に権限はない、ここも使える、全部使える、ピクサーの最後みたいな感じで、じゃあ、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、はい、頑張ります、おっ、はい、すみません。 FSL Vol.4 イヤーエンドスペシャル2023はエメルテのほか、MTJ、そのほかご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。